どうもこんばんは。こんばんは。いかがお過ごしでございましょうか。こんばんは。こんばんは。さあ、今夜もやってまいりました。ジャズ、さ、なんだっけな。魚にジャズと話とボリューム9。今日がね、なんと、今日はな、そうタイトルつけた夏休みスペシャルですよ。前回が6月に確かにやったんですね。6月にやりまして、まあ2ヶ月ぶりにやっていこうじゃないかということでですね、まあ本日も軽妙射奪の MC とですね、軽妙射奪夏なんでね、やっぱりこう清涼、清涼感あふれる涼しげなね演奏をね、お届けしていこうかなと思います。というわけで、皆様ぜひ最後にお付き合いいただけますと嬉しいです。パチ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 、はい、コメント等々もねお待ちしてますね。コメントぜひ。今何人ぐらい見てるんですかこれ。ね、そういうのはね野暮なことです。ああそうそんな野暮なことは、ね、聞いちゃいけないです。今400人ぐらい。400人はそれ結構大変だ。ダメですよ、そんな大変だ。そんな、まあ一応ねチャンネル登録者数300人います。300人いますね。まあそれはまあ、300人は。それはまあね、まあ後々ねちょっとやっていきますんで、まあというわけでですよ、まあメンバー紹介はさておき、まあ1曲目まずやっていこうかなと。はい、まあ1曲目は私のオリジナル曲からいこうかなと、うん、また今日のために書き下ろしまして。あ、そうなんですね。あ、そう、私配信ライブのたびに、うん、まあ、新曲を下ろすっていうのをまあちょっと貸してまして。あ、締め切りにしてるわけです。そうなんですよ。あ、それでか。あの譜面もうちょっと待ってくださいみたいな。あ、そうなんです。メールが来てて、譜面なんかすぐ送りゃいいじゃないとかって思ってたんだけど、そうなんです。まだ完成してなかった。完成してなかったってことなんですね。あ、そう、全部そう、突貫工事って言い方もおかしい。なるほどなるほど。そら、まあ作曲をね、まあ、ちょっと頑張ってみようかなと思ったのが、まあ数年前、うん、そこからまあとりあえず100曲ぐらい書けば、まあ何か1曲ぐらいいい曲ができるんじゃないかということで頑張り始めて。なるほど。で去年によっしゃ去年のうちに100曲書くぞってなって、うんうん、今が28です。去年ダメじゃないか。そうなんです。すごい。全然3分の1にも達してない。まだ、ね、今年まだ。そうね、できてないことじゃなくて、やっぱ28までいってるっていうことをね、そうね、そっちはね、プラスの方、そうね、プラスの方に行かなきゃいけない。そうなんです。28曲もできて、すごい、頑張ってます。素晴らしい、頑張ってる。さあ、というわけで、じゃあいきなりいきましょうか。まだタイトルとか僕全然つけてなくてですね、ナンバー。僕の作った曲で28番目の曲なんで、ナンバー28という曲ですが、やっていきたいと思います。どうぞ楽しんでいってください。
ありがとうございました。ありがとうございます。ナンバー28という曲でした。むずい難しい素晴らしいですね。かっこいいけど ねよく考えつきますよねこの曲ね。あ、本当だからあれじゃない、うん、そのさ、カズネさんとかみたいな、うん、あのほらいわゆるなんだろうなメソッドというかその、はいはい、なんつうの基礎がないからっていうのかな、なんつったらいいんだろうね、セオリーを持ってないからじゃない。あはははは。いやいやでもだそれがだからこういい方に出てるじゃないですか、うん、すごいかっこいいじゃないですか、うんうん、あ本当ですか、ありがとうございますという曲をお届けしました、ナンバー28でした。どうぞ、どうでしょう、聞いてくださってる方はね楽しんでいただけてるかな、イエイ、どうかな、ね、どうでしょうね、ちょっと今日は反応が鈍いな。いやこれコメントが出るんですか。あ出ますよ。あ出るんですね。そう見てる方コメントいただけたら嬉しいな。滝のようなコメントもうちょっとねあのいただけることなんかもあるんですけど、うん、まあまあまあそれはさておきですよ、はい、とりあえずアーカイブもあるんでね、うん、そうなんです、あそうですね、まずはねメンバー紹介をねしていきましょう。はい、まあ、普段ピアノトリオでねやってることが多くてですね、うん、でまあなんかほぼほぼ同じようなメンバーでやることが多いんですが、はい、今日本日なんとですね2人も初めての方が来てくださいました。オンギター米田雄一、お願いします。いや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 い
田裕二。イエイ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 。カメラこれか？あ、そうだ、あのカメラはそこです。うん、で、オンピアノ田中和音、同じですね。どうも、初参加です。はい、で、私が、ドラムの三木陽介の、本日はこのなんという豪華4人編成でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、あれなんですよ。どれ？2人はね、初参加。うん、すごくね、うん、家が近所でしてね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。噂には聞いてたんですけど、そうそうそう、ついにやってこれた。ありがとうございます。うん、あの川口のね、やっぱりスタジオといえば、ここ。スタジオ名前あるんですか？スタジオの名前って。いや、特にミキドラムスクール。ミキドラムスタジオか。ドラムスクール。あ、でも、あ、そうか、そう、ミキドラムスクールのスタジオから。じゃあミキスタジオ。あ、まあミキスタジオみたいなもん。スタジオミキ。そうです。スタジオミキの方がかっこいいですね。スタジオミキにしましょう。なんかでもそれあれじゃない、カメラの。なんか記念写真とか撮るね。いちごさんとかにね。スタジオミキ。じゃあミュージックスタジオミキにしましょう。あ、そういいですね。確かにね。マリーミキみたいな感じになっちゃう。うん。いいじゃないですか。いいですね。スタジオミキわかんないですけど、ミュージックスタジオミキ。僕今看板の絵が思い浮かんでますよ。あ、本当ですか。看板までもう、うん、もう今ちょっとあの昭和レトロなフォントで。そういう感じですか。スタジオミキ縦ね、縦か。縦にスタジオミキ。あの昭和レトロなフォントでね。そうそうそう。いいですね。白地に赤。いいですね。作りますか。作りましょう。わかりました。ちょっとあの検討しておきます。はいはい。さあ、というわけでですよ。まああのチャキチャキ、まあ4人編成だとやっぱり1曲が長くなりますね。今気づいたんですけど。ああ。そう。で、まあね、ね、トリオなんで、まあその長くなるからなんだって話なんですけど。じゃあ次の曲ですよ。次の曲いきましょう。次の曲はですね、またカバー曲です。はい。そう、2人普段こういうカバー曲とかやります？あ、やりますよ。やります。うん。まあ一応なんかね、まあ私のYouTube で、はいはい、まあやっぱ一番人気があるとか再生数が伸びてるとか、まああの J-POP のカバーとか、うんうん、まあね、まあやっぱアニメソングとかのなんかジャズアレンジみたいなのが人気だったりするんで、うんうん、まあやっぱりあの需要に応えようと、うん、大事、得意を生かそうということで、うんうんうん、まああの次は夏らしい曲ですね。うんうん、この絵なんだ、打ち上げ花火、上から見るか下から見るかっていう映画のね、上から、はい、横から、あ、横からでしたっけ、どっちだっけ。っていうね。上から見んの結構むずそう。そう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 。だいぶお金かけないとね、ヘリコプターとかでね。で、それの主題歌になっている、ダオコさんと米津玄師さんの打ち上げ花火という曲をですね、この4人でやってみようと思います。どうぞお聴きください。you
ありがとうございました。ダオさん、米津玄師さんの打ち上げ花火という曲でした。はい、ほい。さあ、ここでですよ、はい、あのね、毎度のお願いのコーナーというのに、ね、なりまして、ほう、はい、まあ、あの私、まあ、我々ね、まあ、この4人、一応プロミュージシャンでやってまして、うん、あ、お、そうなんですよ、端くれなんですけどね本当に端くれ、端くれ、端くれね、端くれなんですよ。まあ、この YouTube のね概要欄、あの下のところを見ていただくと、あのノートという、ブログとかを、ね、読むサイトで、うん、がありまして、そこへのリンクが貼ってありまして、うん、でいくつか記事のね、あのリンクが貼ってあるんですよ、うん、で、あのそこ飛んでいただくと今日の配信のお礼みたいな文章が書いてありまして、で、まあ、あのほぼ全部読めるんですけど、うん、一応その有料で販売してるんですよ。あ、なるほど、ね、そういうスタイルなのね。なるほど。なのでもし、なんか今日の演奏を聞いてね、心が動いたり、あ、なんか良かったなとか、うん、思っていただいた方がいたら、そのノートの方からね、まあ、別にあの心動いてなくても買っていただく分には全然まあまあ、そうそうそう、大丈夫ですよね、それも大歓迎ですけど、そうで、飛ぶと、うん、その記事がありまして、で記事がいくつか500円、1000円、3000円、5000円でいくつか、その記事の値段の中で中身は全部一緒なんです。なのでその気持ち許すものを、買っていただけると非常にありがたく思います。で、あのアーカイブでね、後からあのご覧いただいている方もその概要欄リンクでね、飛ぶと買えますので、うん、あの買っていただくと僕の G メールにね、購入者がいましたっていうのが飛んでくるんです。なるほど。これがね、まあ、あの日をまたいでもね、飛んでくると非常に嬉しいものでございまして、はいはい、ぜひ何卒、うん、そちらの投げ銭記事のご購入お願いします。お願いします、ね、では一応ね、そのまあ、あのありがとうございますっていうだけだとなんかこう、まあ、つまんないんで、うん、一応今日はね、あの僕が最近飲んだおすすめの日本酒の銘柄なんかをお、あの記事としてもそう、ブログにちょっと読むところがあるんです。そうだ。で、それはあの無料で誰でも読めるんで、とりあえず一回飛んで読んで、さ、読んで、じゃあ演奏聞かなくても記事を読んで役に立ったなと思ったら、だから僕ミキ君のブログちょっとだけ読みましたけど、なかなかあのキャラクターと違う、あ、そうなんだ、スタイリッシュな文章を書きますよね。あら、なんかスタイリッシュですか、文章。ブログなんかやってるんですか。うん、なんかブログ、あ、昔のアメブロのやつですか、ね、かな、うん、そうそうそう、そう、た、うん、ちょっとね、一時期、うん、やってた時期がありまして、はいはい、はあ、スタイリッシュなこと書いてある、スタイリッシュな文章でしたよ、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですよ、ちょっと僕のね文章ね読んでいただきたい。いや、初めてですねそんな文章スタイリッシュだって褒められたの。キャラとだいぶ違う文書くなっていう。あ、本当ですか、うんうん、そうそう、思いましてね、これちょっと嬉しいですね、うん、スタイリッシュな文章、意外でしたね。あ、本当ですか、うんうん、ノートもじゃあ楽しみです、ね、そうそう、だからそういう感じで、ね、文章の仕事も来ちゃうかもしれないですね。来ちゃうかもしれない、ね、いいですね、やっぱ楽器うまいねって言われると全然嬉しいですね。あ、そうっす、文章スタイリッシュだねってなんかすごい嬉しい、わー、ありがたいな噛み締めてる本当にこれだけで今日はね日本酒3杯ぐらい一気に開けちゃいますねじゃあその日本酒の銘柄をね、そうなんですね、文章に書いて、まあ、あのうちの近所に、ね、あるんですよ、その酒屋さんが、そこのラインナップがねめちゃくちゃいいんで、あのお二人もぜひちょっと、はい、わかりました、まあ、風さんね、ちょっとあれだ、私は遠方から来てますからね、はるばるなんで、はるばるわざわざ新幹線を使ってね来てくれてるんです新幹線遠いそ, うそうとかね、信じる人いるからねそしたらね新幹線は使ってないですけどね。さあ、というわけでじゃあ次の曲いきましょう。次はですよ、ジャズのねスタンダードやりますよ。やっぱり、まあ、僕ジャズミュージシャンなんで、うんうんうん、ジャズミュージシャンの端くれなんでうんうん、うん、ちょっとジャズのスタンダードなんかをやろうかなと思いまして、これはですねベニー・ゴルソンのキラー・ジョーというね曲をお届けしようと思います。ではお聴きください。
ありがとうございました。ベニー・ゴルソン、キラー・ジョーでした。いやー、この曲ね。ありがとうございました。なかなかタイムをやっぱりね、ギブス難しいですね、この曲。こういうね、簡単の曲こそ。簡単ってのはあれなんだけど。簡単じゃないかな、この曲は。簡単ではない。簡単ではない。うん、10年ぶりぐらいにやったかもしれないです。僕もそうかも。ね、やんないですよね。あんまり、ね、あんまりその…キラージョーって久しぶりになんか単語を聞いた、うんうん、ね、あんまりやらないですよね。やらないですね。やらないけど、でもやっぱりこのベースのリフとかはやっぱりすごい印象に残るし、うん、シンプルなんだよね、うん、いい曲ですよね。いや、いい曲だと思います、うん、ベニー・ゴールさんやっぱ素晴らしい。素晴らしいですね、うん、という、ジャズのスタンダードコーナーでした、うん。いやちょっとね、今日はね、本当にコメント欄寂しいですね。いや、普段見てない。 お盆ではないのかも。どうなんでしょうね。お盆っていつまでなんすか。終わったんじゃないの。ないね、お盆って15日のことを言うんじゃないの。その周辺後なんか周辺ですよね、その周辺、うん、だから14、15、16ぐらい、うん、8月の真ん中ぐらいの真ん中ぐらい。この日ってあるんですかね。この日ってあるんですか。どうなんですか、ね、ないんじゃないかな。え、この日っていうのが15日じゃないの。違うのかな。 それは多分そのあの日本人的にすごい印象深い日になってしまってるから。あ、そういうことか。もともとのだって終戦とかの前からお盆。まあ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 、それはあるでしょうね、はい、武器官みたいな、仏教のあれだから。あれも誰かコメント欄に、誰かコメント欄に詳しい人。お盆、お盆とは、お盆、お盆とは、上に食器を乗せ、その上に食材を乗せて運ぶためのとか、そういうことですよね。そういうことばっかり強い強いですウィキペディア的なね。田中ペディアだ。田中ペディアが。そっちのお盆じゃないですもんね、うん、そっちのお盆じゃないです。さあ、やっぱね、我々あのほらお盆とか関係ない生活してるからね、普段。そうですね、そうですね。あまりカレンダーね、たまにだからお盆に、はい、うっかりなんかその行楽地みたいなとこに行っちゃうときがあるじゃないですか。あ、はいはいはい、うっかりね、うっかりね、なんかまあ仕事だったりとか、うん、そういうときにこう人手の多さでびっくりしますよね。そうですよ ね、今日みんな休みだったんだみたいな、うわーみたいな、しまったみたいな、あるある。とか久しぶりに家に出て、家から外に出てみたら人が全然いなくて、うん、あれ、あ、今日お盆だみたいな、店とか全部閉まってて。あ、ありますよね、そういうことは多いですよね。ミュージシャン同士でね、あ、そろそろお盆だねとか、うん、言わないですもんね。言わないですね。会社とか行ったら言わないですね。ね、うん、お盆だから弦変えるみたいな。お盆何する。弦変える。お盆といえば。お盆といえば、ね。日本の盆話題にならないからね。なんかなんか、うん、僕あのうっかり移動日をお盆に設定してしまったことがあって、あ、島根に車で行かなきゃいけない日。あ、そう。何にも考えてなくて、うっかり僕ね、14の夜にそれを入れてしまったことがあるんですよ。はいはいはい、もう東名がもう渋滞70キロとかになってて、それは透明なのに先行きが不透明ですよね。それだけに面白い。そうそうそう、もう面白いって面白い。いや、先行き不透明。そうそう、不透明だった。あの時はあのもう動かないですよ、うん、で当然お盆だからファミリーとかがいっぱいいるでしょ。そうそう、ね、でもうなんちゃう、待ちきれなくて路肩に車止めて、あのタープとか出して休んでるやつがいるんですよ。でそういうの持ってる人はいいんだけど、子連れなんかはもう子供とかがもう路肩に寝たりとかしてて、そんなに動かない。そう、そんなに動かなくて、もうこれは地獄だと思いながら。そうですよね。うん、70キロ抜けるのにどれぐらいかかったんですか。結局東京夜7時19時に出て、夜走りするつもりで、はい、朝ごはんは島根で食えるだろうと思ってたんだけど、はい、昼ごはんも食べれなかったですね。プラス5時間とか、プラス6時間、うん、今後にも先にもそれが自分の一人のロングドライブ記録ですけど。うわー、それはきつい。こんなに車のエンジン回して大丈夫かなって思う。確かにそうですね、うん、そんなことがありましたよね。それはそんな動かない時って、でも何なんですよ、何が起こってるんでしょうね、一体ね。いや、なんか分かんない、ね、分かんないですよね、本当に。異常な数の車が、うん、集結してて、みんなバカじゃねえのと思って。それバカの一人も同時にね、同時に動くなんてね、なんかやっぱ、ね、でもそこしか休めない人がそれだけいるって。まあ本当にそう思いました。あのその透明が動かない時って、もうそのまんま居座る方がいいのか、降りてちょっと下道を迂回した方がいいのかってどうなんでしょうね。いや、だからそれはすごくその後反省をして、あの、まあ、まずは下道を行くべきであろうと、うん、国道1号とかね、はいはい、でもまあいうのが一つあったんだけど、
もう出発時点から間違ってるって言われたことがあって、旅慣れてる人は北陸を回るんだって言って、あーなるほどね、上から行く、上から、それは150キロぐらい長くなるけど、でもはるかにそっちの方が早いはず、しかも山陰に行くんだ、島根に行く予定だったろうって、北にだと北だから、その途中で高速降りて日本海沿いを行った方がはるかに早かったはずだって、北陸新幹線は早く作った方がいいと思いますまとまった、なるほどね、すごい参考になりますね、なるほど、北回りね、そうそうそう、確かに出ないな、でそっち行かないですね、でも距離は確かにそっちの方が早いんか、でも、うん、だからそれはちょっと思いつかなかったなと思って、あそっちは混んでないんだ、混んでない、ね、まあ混んでない、そんなに中央道ですらないんですね、中央道ですらない、うん、あなるほどなと言われまして、はい、そんな思い出のお盆でございます。風さんって、ね、結構ロングドライブ、まあ、人でしょう、実家とかね、大阪が実家なんで、その車で行くことが多いですけどね、どうすんのって頑張るの、まあ、頑張るしかないよね、いやだから結局でも渋滞って分かってても、もうそのまま突っ込んじゃうことが多いですね、もうなんか下に迂回してそれで混んでた時の方が後悔するから、もう、うん、まあね、もうだったらもう、なるほど、突っ込む思うことが多い、うん、やっぱ下道行った方がいいらしいです。これはなんか警察の生徒さんに教わって、はいはい、混んでる時は下行った方がいいですよ。行った方がいいんですか、でも中途半端に混んでる時は信号がない方が早いですとも言ってて、うん、どっちやねんと思いましたけどね見極め、見極めが結局大事、あの透明のあの綾瀬のあたりがいつも混むじゃないですか、あの大和トンネルね、大和トンネル、うん、あれね、で、うん、だから迷うんですよ、いや降りて246行った方がいいのか、うん、どうしようか、わかるわかる、わかりますね、なんかちょい渋滞みたいな時は、うん、あの大型バスの後ろにいるといいみたいなのを聞きましたね。え、スリップストリーム？あのその大型バスってほら、そのみんなで連絡を取り合ってるから、どの車線が速いかみたいなのを取り合ってる、その連絡取り合ってるのを聞いて、うん、でそのバスが大型バスがいる車線にいると早く抜けられるっていう。本当？あ、無駄な車線変更、無駄なく、そうそう、こっちが詰まってたとか。かわしながら行ける、結局一番速い車線を教えてくれるみたいな、すげえな、いやでもまあこれちょっと眉唾でその証明ができないじゃないですか、まあまあまあね、うん、だから分からないけど、でもなんかねちょっと信じて、うん、でも連絡取り合ってるのは本当ですよ、そうそうそう、うん、でそれ自体は、うん、だからね、いろんなね、うん、バスがいて、でどこが速い、どう行ったら速いみたいなの多分取り合ってるから、なるほど、手だね、ちょっと聞いたことあります、右混んでるよって後ろの人に連絡してあげるんだ、というミキペディアでした、ミキペディア、ミキペディア、ゴロイ、ゴロイスペディア、さあ、はい、じゃあというね、楽屋トーク、そう、これがね、軽妙、軽妙射脱、軽妙射脱ですよ、思わずね、ためになる、にやりとするようなね、そう、ためになるラジオ、あ、ラジオじゃない、ためになる配信ライブなんで、これはね、というわけで、次、4曲目ですね、4曲目、これまた私らのオリジナル曲ですよ、これもあの今日のために書き下ろしたナンバー22曲も書き下ろすのはなかなか珍しいんじゃないですか、これ前回も2曲書きました、あ、すいません、はい、そうですかすごい、すごいね、でも1年に100曲書くってダメじゃないってさっき言ったけど、はい、すごいことだよね、1年にだから28曲書くっていうのも大したもんだよね、まあ、これは28、29で2年 3? もう確かに3年ぐらいになってるのかな、まあうん、あ、そうなんか、そうなのかそうなのかまあまあまあ、あのやっぱあのなんかやっぱね、その本、まあ、こうやって本番というかないとやっぱ書く気になれないんですよ、まあ、すごい分かる、書き下ろして、うん、はい、なんかお蔵入りみたいなので、ね、私ちょっとダメでした、まあ、あの文化芸能っていうのは締め切りが作りますからね、あ、そうなんですよ、ね、本当締め切りっていうのはね、あれ本当素晴らしいですね、素晴らしいもんですね、本当にね、いいこと言いましたそうなんです、締め切りがないとやってね、私は動かないんです、さあそんな、私がですね、あの自らをで今日を締め切りとし書いた、書き下ろした曲です、素晴らしい、そうなんです、でも新曲ばっかやってるんですよね、毎回過去の曲とかも、うん、やればいいじゃん、でも過去の曲やったら絶対書かなくなっちゃうんですよ、まあね、そう、新しいの回せるから、まあ過去のでいいやってなっちゃうから、とりあえず100までは突っ走ろうかなと、素晴らしい、というわけで、まあ、あのだからあれですよ、そのこれね聞いていただいてる方で、あの曲もう一度聞きたいとかであれば、うん、あのね、それなりのものをちゃんと積んでいただければ全然我々一度あの駆けつけ、どこでもねそれは行きますよね、あ、行きます、行くってことね、そうそうそう、配信でやるじゃなくて、配信でもいいし、その目の前でやってくださいって言うんだったら全然、ね、それなりのものを積んでいただければ、透明高速に乗って、そう、あ、もう全然ね行きますよ、島根でもなんだろうがちゃんと積んでいただければそこはもうご相談、うん、というわけで、はい、じゃあ次の曲やりましょう。
じゃあ行きます。あの僕のまたこれもタイトルついてないんですけど、あの僕が作った29番目の曲なのでナンバー29です。お聴きください。
ありがとうございました。私の29番目かっこいい曲じゃないですか。かっこいいですね。かっこいい。ちょっと最初大変だったけど最初ごめんなさい。全然大丈夫ですよ。ロックだねこれ。かっこいいね。すごい、うんうん、難しい。難しかった。難しい。押し寄せてきた何かが、うん、難しいですよ、うん、ね。いやだからまあセオリーをね知らないからこそいや変えちゃうというかなんていうか、うん、気が抜けない。いや気が抜いて演奏してることがないんですけど気が抜けないですね。気が抜けなかった、ね、寝ながら演奏してるとかなくて、ね、そんな時間も1秒たりとない、うん、そう、ね、やっぱミュージシャンたるものね常に、うん、普段からないんですけど よりやっぱり、うん、気を引き締めてやらないといけないすいませんね。まあなんか、まあ、普段やっぱそのピアノトリオでやるの前提で書くことが多いんですけど、はい、この曲ギターいった方がいいでしょう、ね、うん、これ ね多分この仮タイトルを見るからにまあまあ、ね、ギタリストを意識しているのかな。まあそうなんです。なんかギターがいるから、まあそうなんか、まあ、好きなねギタリストがいて、まあ、こんな曲かけたらいいなみたいな、うんうんうん、なんかだからこうなんて言うんですか、だから、まあ、もう29曲くらい帰ってきて、うん、もうねないんですよネタが。そうネタが、うん、だからなんかね結局なんだろうな、なんだろうな、なんて言ってんだこうオマージュ参考にというか、まあでもそんなもんすけどね。あ、やっぱそうなんですか、うん、食べて出してだから食べなかったら出ないよね。もうね、うん、出ないんですよ新しいものが、うん、じゃあまあなんか食べてればいいんじゃないの。そう、うん、みんなどうしてんだろうなと思って。なんでしょうね。風邪さんなんかも年間もうものすごい数書くでしょ、ね、ものすごい数書きますね年間そうですね、どうすんその、うん、あの前こんな曲書いたよなとかってなんかさ自分のにも似てる曲とかも出てくるでしょ。ありますよ。それはもう良しとするの。うん、あ、まあ、うん、シチュエーション似てるしあ、だからあ、なるほどねとか、なんすかね、まあ似てるの出てくるのが良しとするとは。そうっすね。だってそうしないともう書けないし、まあ、そうだよね。そうです。まあその数書いてたらそうなるよね。書けないし、ただあとはあのこれは結構でもそのいわゆるだから職業作曲家っていうかそのたくさん人から依頼されてたくさん曲を書く人の中でもいろんなタイプがあって、どっちかっていうと割と僕は広く書くタイプなんだけど、広くっていうかそのいろんなこう割といろんな曲を広く書くタイプなんですけど、曲調をってこと、曲調とかだったりをスタイルね、スタイルをいろんなスタイルを書き分けるタイプなんですけど、逆職業作曲家でも逆もいて、もうこんな曲調ってそのあの人といえばこんな曲調で決まってて、その曲調が欲しくて依頼されるっていうタイプの人もたくさんいる。なるほどね。そっちの方がしかもなんて言うんでしょう、まあ求められるというかお金になるというか、あ、うん、まあでもそうなんだ、そやっぱり指名で、だから意外とねかける幅が狭い方が指名で来るんですよその人。あの感じで書いてた、あの人じゃないと、あなたじゃないとダメなんですって。まあそうだよ、こういう感じの曲が欲しいっていうので、うんうん、確かにお願いする方も、うん、そう確かにね、その、うん、あのイメージが多分その返ってくる曲が多分こっちも想像できるんだろうね、発注する側もね。 それだ確かに大事だね。実は意外とねそんなに広く書かない人の方が求められる。はあ、なるほど。あれはあの人じゃないとダメなんですって。なるほどね。あの感じが欲しいんだって、うん、お願いする方が、うん、なる。でもその人もだから苦労はあるでしょうね、その求められる苦労と、その人の中だっていろいろ変化するものはあるだろうから、本当はもうちょっと違うの書きたいとかもしかしたらあるかもしれないけどね、うんうん、それはそうなんですけどね。そうだよね、まあね、でも久石譲さんとかね、そうで、あの曲調が欲しくてみんな、ね、やっぱりそういう発注するわけじゃないですか。坂本龍一もそうだったらしい。そう、久石譲さんに頼んでね、だってそんななんかプログレロックみたいな曲が来たら頼んだ方が、いや違うってそうなるわね。なるでしょ。なるほど。お任せしますって言ったじゃないかって、うん、喧嘩するかもしれない確かに、うん、確かにね。だから、うん、どう頼んだらいいか分かんないけどお任せしますって言ってこうじゃないんだよなっていうリスクがやっぱ少ないもんね、うん、少ない。うん、そうなんですよ。なんか今日ためになる話が多いですね、うん、そうなんですよ。これはねためになるね、うん、配信ライブなんですあ、なるほど。それを楽しくためにもなる僕のね大好きな、本当にこの世で一番好きな桑田佳祐さんはですね あの人はね結構でかいところのタイアップがつくとふざけるっていう悪い癖があるよねちょっとね多分だから
あのどっちかっていうとちょっと大きめのタイアップがつくテーマソング書いてくださいってなるとちょっとエロ方向にふざけたりして あれをちょっとプロデューサーがちょっと修正入る。いやでももう言えないけどいや違うこの王道の桑田さんの欲しかったのにとか多分思ってるんだろうなって僕はいつもニヤニヤしてそうはいかんぞってこう大体エロソングが来るっていう。なるほどね桑田さんも確かにそうだよね桑田節があるもの ね, ねで多分それが欲しくて発注するんでしょうけど、うん、本人はちょっとふざけちゃう。ちょっとねエロ方向のエロ桑田で来る時が結構あって。なるほど。でもエロ桑田もいいもんね。エロ桑田もいいんですけどね。うん。そうそうそう。やっぱマンピーの G スポットとかすごかったもんな。すごい曲ですよね。あれはでも他の人じゃ書けないですよね。あれは書けないですよ。さあ、というわけで縁も竹縄になりまして、はい、次の曲が本日最後の曲になります。はい。まず改めてなんですが、YouTube 概要欄の方ですね、ノートのリンク飛んでおりますので、そちらの記事ぜひ、まあ投げ銭感覚でご購入くださると、大変嬉しく思いますので、どうぞそちらよろしくお願いいたします。アーカイブで見てる場合もね、ご購入可能になっておりますので、何卒。というわけで、最後の曲やっていきましょう。最後の曲は、これもね、これはもう旬の曲ですよ。久石譲さん話出ましたけどね。あ、そうですそうです。宮崎駿監督の、ちなみに私はまだ見てなくて、これはエンディング曲になるんですか。はい、エンディングに流れますね。エンディング曲です。だそうですよ。だからこれ、まあ、僕は見たんだけど、何も情報知られないから、はい、うん、そうそうね、だから声優とかも分かんないから、今日、ね、本当に何も情報ないんだよね。だからいきなりこれかかってきて、あ、米津玄師だかなみたいな感じよ。今日ね、声優なんか公開されてましたよ。ちょっとずつね、うん、情報出てますよね、うん、今ね。あ、今日まで声優出てなかったんだ。知らだから今日へーって思った、うん、パンフレットもついこの間発売されて結構経ってます。僕は2日目ぐらいに見に行った。おー、早いですね。うん、そうもういっぱいでした。2日目とかだと僕の地元の映画館はいつも空いてるの、はい、あらゆる映画があらゆる映画が僕ガラキで見てるのそうだから全然わかんないの、そういうのそうそう、いつも通りだったそういつも通りでした、はい、空いてました。空いてますもんね、うん、さあ、そんなね、米津玄師の、地球焼きという曲を最後お届けして終わりにします。改めて配信今日もね、ご覧いただきましてありがとうございました。最後にメンバー紹介。オンギター、ごめんなさい、どうしちゃった、米田雄一、オンベース川本雄二、はい、そして、オンピアノ田中和音で、私が三木陽介の本日この4人でお届けしました。それでは最後の曲、地球儀、お聴きください。Thank you.
ご覧いただきましてありがとうございました。最後に
改めてメンバー紹介を見た米田裕二、ああごめん、米田裕一、オペース川田裕一、オンキーボード田中和で、で私ドラム金城ですけど、2人でお届けしました。お待たせになりますが、ぜひノートの方ご購入いただきますと、またお届けありがとうございます。何かしらで、あ、X ですよ、 X でね、あのポストしますんで、まあそちらご覧いただいて、あと概要欄にですね、あのおのおのの、SNS ですとか、あのそういったののリンクもあるのでね、ぜひ飛んでみてください。というわけで本日は配信ご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。したというわけで、私は画面を切り替えますよ。いきますよ、ポチッとな。